動き出します。この10円玉を瓶の上に乗っけます。そして念力を送ると、10円玉に注目です。私の念力で10円玉がカタコトカタコト動き出します。まあこれサイエンスマジックなんで種も仕掛けもございます。それでは解説していきましょう。まず10円玉水で濡らしてあります。はい、それを瓶の上に置きます。そうするとですね、水のおかげで瓶と10円玉が密着して、まあ栓をした状態になるんですね。そしてこの瓶冷蔵庫で冷やしてありました。そして手をこうで、はい、かざして、まあ、握ってあげると体温でこの瓶の中の温度が高くなります。そうすると瓶の中の空気は、はい、温められて膨張します。膨張した空気にこの10円玉が押し上げられて片言片言って言ってたってわけなんですね。それでは中の空気が膨張している様子を、はい、こんなものを使って見てみましょう。シャボン玉です。はい、シャボン玉を、はい、指につけて、はい、口に塗ります。そして手で温めると、はい、以上踊る10円玉マジックの実験でした。